皆さんこんこにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう写真を拡大ようやく踏み出せる第一歩1月22日にシングル「イミテーションレイン」DD 同時 CD デビューする。 スノーマンとの両英面作品でデビューしたシックストーンズ、ストーンズは全員がジャニーズジュニア、歴10年以上という下積みの長いグループだ。これまで何度もデビューのチャンスをつかみかけては逃してきた彼らだけあって。現在開催中のアリーナツアーでは歓喜は待って涙ぐんでしまう場面もあった。そんなメンバーがデビューを迎えた今のありのままの思いを本心に語ってくれた。 僕たちファンの方々に助けられてきた部分がすごく大きい。森本慎太郎22デビューへの思い特別なことは何も思ってなくて。ただ、バラエティだったり音楽番組だったり。初めての仕事が増えたのは楽しいです。僕た先のこと考えるの好きじゃないんですよ。今日は今日のことだけ考えて100%で臨みたグループとしての目標も作ってないんです。 みんながやりたいことをやる。それが許されるのがシックストーンズだから。僕たちはファンの方々に助けられてきた部分がすごく大きいから、その関係性だけは何十年経っても変わらずにいたいなって思います。自分について昔はジャニーズらしさにとらわれていて、見え方ばかりを意識してたんですよ。でも、高校の校長先生にお前は本能でしか動いてないって言われた。 仕事も本能のまま動いた方が輝けるんじゃないかなって、そこから飾ることをやめて自分のやりたいようにやるようにしたんです。そうしたらすごく飾らない今の自分の方が自分も好きなんですよね。メンバーについて松村北斗は見せ方がうまくて、自分のこと、グループのこともこうした方がかっこいいって一番よくわかってると思う田中樹の ヒップホップ感はシックストーンズならではの色を出すには、欠かせないもの。グループで唯一、王道アイドル路線をやってくれてるのが、高知、言うわれ。それがいい味になってるなって。ジェシーは、グループの軸で大黒柱。今日も、京本大河は、努力。歌も芝居も、裏でものすごく頑張っているのを知っています。女性自身2020年2月4日、合計さ、